皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。バックスクワットの解説をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。でこのバックスクワットなんですけども、トレーニングの王様とも呼ばれている本当にね基本でありながら、本当に効果的なトレーニングなので、ぜひともねできるようになっていただきたいなと思います。このスクワットで鍛えられる筋肉なんですけども、下半身を含めて、全身の筋肉鍛えることができます。中でも前もも、大腿四頭筋の筋肉ですとか、お尻、ももの裏側、ハムストリング、あんまり知られてないんですけども、体幹の筋肉もすごいよく使えます。なので一度に下半身の筋肉すべてを中心にですね、体幹の筋肉までしっかり使うことができて、すごいたくさんの筋肉を鍛えることができますので、ぜひぜひやり方を覚えていただければなと思います。ではまずですね、スクワットやる前にまずしっかり見ていただきたいのが、バーベルのセットする位置と安全バー、セーフティーと言いますけども、このセッティングです。このスクワットなんですけども、事故が非常に起きやすい、で事故が起きた時に大怪我につながりやすい危険な種目でもありますので、このラックの位置とセーフティーの位置だけはしっかり気をつけてですね、設定をするようにしてみてください。だいたいですね、ラックの位置は自分の鎖骨のちょっと下にバーが来るぐらいの位置を目安にしてみてください。でこのラックの位置がですね、高すぎると終わった後戻すときにパチャンラックにかからずに落ちてしまって事故になってしまう危険性がありますので、だいたいですねこの鎖骨のちょっと下あたりにセットしていただければ、終わった後普通に前に出てもらってしっかりラックに戻すことができますので、この位置を基準にですね決めていただければなと思います。でこのセーフティーなんですけども、初めはですね高めの位置から設定していただいて、しっかりですね一番下までしゃがんだ時に、そのちょっと下に来るぐらいの感じ、ガタンと潰れた時にですね、しっかりバーを受け止めてくれて怪我をしない位置に、設定をしていただければと思います。ラックとセーフティーの設定をしたら実際に動作に移っていくんですけども、まずはこのバーベルのラインに、中指を合わせてバーを持ちます。この手幅もですね、人それぞれやりやすい手幅があるんですけども、まずは中指を基準に決めていただければなと思います。バーベルの真下に足を置いていただいて、首の付け根、首のこのコブがあると思うんですけども、このすぐ下あたりにバーを押し付けて真上に立ち上がります。立ち上がったら一歩後ろに下がっていただいて足を開く、胸を張って顎を引いた姿勢を作ったら、息を大きく吸い込んでお腹にグッと力を入れます。お腹に力を入れたまま息を止めて真下にしゃがんで立ち上がる。で終わったらまっすぐ前に出てラックに当たった時点で真下に下ろすという流れになる。ではスクワットで注意していただきたいこと、まず一つ目なんですけども、しっかりですねしゃがむときに腰が思いっきり反りすぎてしまったり、逆に丸まってしまったりしないように気をつけていただきたいということですね。女性なんかによくあるのが、腰をこうぐーっと反りすぎたままお辞儀をするようにしゃがんでしまう。あとは逆に下半身が硬い方なんかはぐーっとしゃがんでいくときに腰が丸まってしまう。こうすると腰にですね負担がかかりすぎてしまって腰を痛めてしまう。最悪の場合こうヘルニアになってしまう恐れもありますので、しっかりですね腰は反りすぎず丸めすぎず、まっすぐな姿勢を保ってスクワットをしていただければなと思います。そのためにしっかり気をつけていただきたいのは、腹圧をかけるという言い方をするんですけども、息を大きく吸い込んでお腹にグッと力を入れることですね。しっかりこの息を吸い込んでお腹にグッと力を入れるということができていると、自然とですねまっすぐの状態で腰が固定されます。しっかり担いでまっすぐ立った姿勢から息を大きく吸い込んでグッとお腹に力を入れると、まっすぐの姿勢で腰が固定されるので、そのまま
真下にしゃがんで立ち上がる。真下にしゃがんで立ち上がる。しゃがむ深さなんですけども、この体がまっすぐの姿勢が保てる範囲でなるべく下までしゃがむ。必要以上にしゃがもうとするとぐっとまた腰が丸まってしまうので、姿勢が保てる範囲で下までしゃがんで立ち上がるというように意識をしてみてください。でですね、股関節が硬くてなかなか下までしゃがめないという方は、こういう形でですね、 2.5 キロのプレートなんかを下に置いていただいて、これをですねかかとで踏んでいただく、かかとをちょっと上げるようにしていただくと、そうするとですね、よりスムーズにより深くまでしゃがむことができますので試してみてください。でですね、足幅なんですけども、腰幅を基準にしていただいて、自分がですね一番スムーズにしゃがめる、一番違和感なくしゃがめる足幅を探してみてください。狭すぎても広すぎてもスムーズにしゃがめなくなってしまいますので、まあ、腰幅ぐらいを基準に、まあ、どれぐらいの幅でやるのが一番自分に合ってるのかなっていうのを探しながらやっていただくといいかなと思います。つま先の向きなんですけれども、これもまっすぐ平行にというよりは若干つま先をハの字に開いていただいた方が無理なくしゃがみやすくなりますので、これもですねつま先の角度も、自分のやりやすい角度を探してみてください。では今回はですね、トレーニングの王様スクワットの基本的なやり方を解説させていただきました。はい、ぜひこの動画を参考にですねスクワットチャレンジしていただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。